冠まで王座のみあと1つ勝てば快挙達成となる藤井聡太七冠2020年17歳11か月で初タイトル1か月後にはすぐに2冠達成これまで挑戦したタイトルは全て奪取わずか3年で全冠制覇に王手をかけました 地元・の英雄が歴史的対局に挑むとということで地元瀬戸市の喫茶店では早くも八冠を祝うための準備が進められていますね駅前にある喫茶スマイルではタイトルを取るごとに記念メニューを発売してきましたが今回はお待たせしました、<ー>スマイル8バースデーです。いやもう バースデーケーキみたいですね。はい、バースデーケーキのように作りました。瀬戸焼きそばをそば飯にして、ケーキのように見立てたスマイル八バースデー。駒形の八つの数には、これまでに取ったタイトルが書かれています。最後、初にと思いま,りました。着きました 八冠を目指して、パワーをこれで送ってるんですね。はいはい、ローソクが立たなくて、それに、あの、ご飯を合わせて炒めて、そば目にし、ていたら。やっとローソクが立つようになりました。はい、明日早く出したくて、明日が楽しみですね。こちらのメニューは、八冠達成したい翌日に。二千八百八十八円で発売されます。一方、瀬戸銀座通り商店街では。 毎週水曜日はお休みですもう商店街のどのお店も大体大体多いですね、水曜日、お休みするお店が多いですそんな中でも、今日開けてるっていうのは、やっぱり気になってしょうがないからですよね今日は休み返上で、お祝いの準備です午後3時には、くす玉も登場、徐々にファンも集まり、その時を待ちます。 しかし対局は現在永瀬大がリードまもなく夕食休憩を迎え夜に決着する見込みです。